日本鹿児島県日置市東一市町上野川、東一市町上野川は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡一期号上野川村、日置郡東一市村大技、上野川、日置郡東一市町大技上野川。郵便番号は899-2204。人口は93人、世帯数は48世帯。 日置市の西部、上野川下流域の右岸に位置する。阿佐駅の北方には、日置市東市町儀、佐久田、南方には、日置市東市町南上野川、東方には、日置市東市町宮田にそれぞれ接しており、西方は東、品海に面している。上野川沿岸は、水田が多く、農業を主体とした地域となっている。1950年までは、 地域内に教育施設が存在しなかったが、同年に東市町立伊沢田小学校川原文校が設置された。1956年には下伊住院村大畑上の川の一部を東市町が編入した際には、編入した区域の児童を受け入れた。1975年に本校に統合され、廃校となった。新の川という地名は江戸期より見え、 薩摩国日置郡一木里のうちであり、村高は天保豪町97国余り、急行給料取調べ町には218国余りであったと記されている。物産として糖度が産出されており、縄城川村で生産される薩摩焼きの原材料として用いられたとされる。また、河川である神の川を挟み南側に隣接していた移住院号神の川村と、 一期号上の川村は、村名は同一であるが、江戸期より別の村として扱われており、町村制施行時には、一期号の上の川村は、東一木村、伊集院里の上の川村は、下伊集院村と別々の自治体に属している。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、一期号のうち東半分の区域から、東一木村が成立し、 それまでの神の川村は、東市木村の大技、新の川となった。1937年には、東市木村が、調整志向し東市木町となり、東市木町の大技となった。2005年5月1日に、東市木町が、日置軍移住院町、吹上町、日吉町と合併し、日置市が成立した。 この合併に先立って設置された法定合併協議会である日置中央合併協議会において大技名については字の区域は現行通りとし現行の字の名称の前に当該字の属する合併前の町の名称を付し字の名称を変更すると協定された合併日の2005年5月1日に鹿児島県の国字である字の名称の変更が 鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が新の川から東市基町新の川に解消された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。